そのハードルを乗り越えてもやりたいっていう方だったらやってもいいかなっていうのが僕の結論なんですけど。フランチャイズチャンネル訪問マッサージ FC について、はい、これをちょっと話をしたいと思います。これはこれだけ、もうね6年も7年も前から始まって、まあ、フランチャイズも、まあ、大きいところはそれなりに3つ4つあってやってるわけですから市場はあるんですよ。当時僕が、手伝ってた頃はまだ怪しかったんですね。どれだけ市場があるかわからないと、いうことで、そういう気持ちでやってました。それは市場はできたなとは思ってます。注意点が、まあ、大きく2つあるんですよね。そのハードルを乗り越えてもやりたいっていう方だったらやってもいいかなっていうのが僕の結論なんですけど、じゃあ、まあ、2つ気になる点と言いますけど、まず1つはですね、人が集まんないですよ。施術をする人、要するにマッサージをする人ですよね。で、これは日本の構造的な問題があって、弱視の方向けなんですよね、この仕事っていうのは。学校があんまないわけ。これ資格持ってなきゃダメだから、その人を集めるっていうことがかなり難しいんですよ。弱視の人じゃ訪問に行けないじゃないですか、自分で車運転して。で、それを誰かドライバーをつけたら今度は収益がぐっと変わっちゃうわけですよ。だからかなりこの施術師が集まらなくて広げられない、あるいは開業できないというところが多かったんですね。で、ちょっと今回調べたらやっぱりそこを本部が料金をもらって斡旋しますみたいな、そういうシステムを作ってるところがあったから、やっぱり今でも厳しいんだと思うんですよね。もうちょっと突っ込んで言うと、要はオーナーっていうのはそういう人たちを集めて働かせる立場なんですよね。これね、結構難しいんですよ。だってオーナーはしないわけじゃないですか。ちゃんとやんないとこの人たちは反乱を起こしますよね。そう思いませんね。うん、ね、うん、だそういうことで人が集めづらい、マネジメントも意外と難しいと思います。これが1点、うん、でもう一つはこっちの方がまたこれまたでかいんだけど、やっぱりねグレーな部分があるんですよね。法律のルールがちょっとおかしいんですけど、訪問マッサージってもともとはお医者さんが行って訪問して診療するっていう往診のルールの中でやってるわけですよ。だからまず診断書がいるんですね。で、その診断書を医者から取ったら保険が効いて家でマッサージしてくるわけですよ。で、この診断書を取るっていうのが普通にやったら結構難しいんですよ。要するに病院には行けないから来てもらわなきゃ受けられないっていう。で、そこをあまりにも厳しいから、そこをなんとかするこうちょっと緩い医者とかいたりするわけですよ。で、そういうやつが乱発すると、こいつはまたこの医師会とかからなんか言われたりしてって、それ結構いい加減なその診断書で摘発されたりもするんですよ。でも、まあビジネスとしてはやっぱりそこは診断書が取れたらお客が一人増えるわけだから、医者と関係作ってるって考えてやってる人が結構いるんです。で、もう一つはそのさっき言ったその往診に行く往療費っていうのが出るんですよね。例えば10キロとか先に行けばそこの間もお金が出るわけですよ。で、そういうののごまかしの不正受給があるんですよ。申請するみたいなもんなんで、まあ最初はサラリーマンの交通費のごまかしぐらいのところから始まって、あんまりにも売り上げが悪いとその辺をこう不正でやっていくわけですよ。要はABC とあって、その行き方を変えればね、その日ここに行きました、こういう順番で行きましたと変えたらお金が変わっちゃうんですよ。でもそういうことから不正受給があって、それで摘発を食らうみたいなのは結構あるんですよ。一番最初 の大阪にあった本部なんかはね、直営が不正受給のやり方を加盟店に教えて、直営が本部がやられたからね。そういうこのグレーなところがあるっていう、これが2つ目ね。この2つだから、人の問題とこのグレーなところで、まあ、もう1つはやっぱり国のルールに乗っかってるもんだから、こいつが変わったらどうなるかわからない、まあ、大きく2つ、最後にその国のルールが変わったらっていう点3つ、これがやっぱり訪問マッサージの危険なところとか難しいところというか、まあ、そこをよく知った上で、でもこの FC は魅力的だとだったら、これはトライすれば市場としてはあるなというふうに思います。